吉本芸人とウォーキングを行い、歩いて、笑って、健康になって、持続可能な開発目標、SDGs を楽しみながら学べるイベント、SDGs ウォーク2023 in 笑い未来フェス、26日、大阪城公園に参加するタレント、森安バンバンビガロ、39、がこのほど、大阪市内でサンケイスポーツの取材に応じ、意気込みを語った、すごいイベントやなと思います。芸人と一緒に歩くって、画期的じゃないですか？おしゃべりしながらのリフレッシュの場、気持ち的には、かんぴょうマラソン、とか、芸人さんがいるとお客さんも気軽に楽しめる。ジャグリングや一輪車、マジックなど大道芸で人気の森安が、吉本から話を聞いたのは7月末。大阪城公園内を歩く初心者向けの3キロと、同公園一周の5キロの2コースがあり、5キロと3キロ、どちらがいいですか、と言われて、3キロがいいですけど、お任せします、と快諾した。中学の時はサッカーもしてましたし、たちの頃、清水寺と八坂神社の間を人力車の車夫をやってまして、お客さんを乗せて観光名所を回る仕事をしてましたから、と見客には自信あり。現在も週に1、2回はジムに通うほか、今回のイベントに参加するお笑いコンビ、マジカルラブリーの野田クリスタル、36、が発案したパーソナルトレーニングジム、クリスタルジム、東京都新宿区、でジャグリングと有酸素運動のエクササイズを週2回、開講している。不安は、酷暑とマジカルラブリー、鬼ごりとま。ホーク、日本の社長らトークを武器とするお笑いコンビが参加していること、漫才師の方は喋りながら、面白いことを言う。僕はついつい、ジャグリングできるものはないかなって、ボールを探しながら歩くかも。それもそのはず、9月18日は芸歴20周年を記念した初の NGK、ナンバグランド花月、単独ライブ、NGK バババーンを控えているのだ、NGK に出させていただいて15年。嬉しくて、死ぬ前も思い出すんちゃうか。なって、責任を負う立場で出ることはほぼなく、師匠方がすごい受ける中、自分は10分間やってたんですけど、今回は90分想定ですから。考えたら眠れなくなるので考えてないです。さらに、SDGs ウォーク、当日午後5時からは、お笑いライブ、達人ファンタスティックコメディショー、クールジャパンパーク大阪 TT ホールにも出演する、歩いてからって思ったら、ゆっくり歩くと思います。そうなると3キロですね、と笑わせた。